追いかけっこしたと、うん、私はそっちの子を見た、うん、あ、俺も多分あの家の周りはこれじゃない、この子じゃなかった、うん、そうだよね、追いかけっこしてたのこっちなの、うん、あ、両方追いかけっこしてたのこの子また別だったんだね。またしておった、うん、びっくりしてない、ちょっと手出したの、この子も見えなかったな、ギリギリ、お花にお水をポトポト垂れてるじゃない、怖いね、え、出すよ、うん、かわいいな、ここから、いや、しょうがない、はい、これね、はい、いいから、おー、いい子だ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 、ごめんね、うん、いい子だよ、うん、はい、これね、はい、うんちはどれだろうね、大気の方が匂いだね、どこかで生きてたの、やっぱあげたね、お花白いのついてるの、偉い偉い偉い、本当だね、うん、大丈夫だね、なんか大きくなりそうな子だね、なんか黒くて、うん、黒か、うん、黒くて、うん、黒くて、なんかさっきの子真っ黒だったんだけどさ、うん、黒子は多分着ない、靴下何個くんですか、どっち、男の子、広いところで全然十分だ、一人で広いところだって、回線なければ中にも入れたいし、まあ、親が泣けないけど、うん、よいしょ、もういいの、うん、味を、うん、
用の大きいところに入れるか。食べられたんです。ポテポテ走ってたもんね。冷やしてさ、もう外でウニとかおしっこさすのもいいんじゃない？大変がないじゃん。ないと、まあないと思うんだけど。普通はあるよ。あるって考えるの。この子鼻が白かったり、マーブルちゃんなんだね。うん、あ、なんかいいね。あれさっき私耳掃除しなかったよ。うん、なんか感じ。なんか虫がいる感じの、黒くたまに見えるの。うん。どうしたの？なんか気持ちよさそうな顔してるの。なんか。これすごい汚れのあれが出るよ。うん、バツイコ？もうこんなことないと思うよ。